さんどうもこんにちは。今回も引き続き8番出口から脱出を試みたいと思います。8番出口までたどり着けるのがいつになるかわからないのが一番怖い。お、今度は明らかな異変はないな。異変が起こる、起こらないはランダムだからね。しっかり観察してみるわ。わからん。変化しているのかしてないのかわからない。これでもし変化してるんだったらぜひとも答えを教えてもらいたいぜ。このゲーム答えを教えてくれないのも意地悪なのよね。おお、さっきのは変化してない正常な通路だったんだ。そうじゃないかなとは思ってたのよね。ほんとかよ。ここを正解できれば折り返しの4番出口に行ける。待って、またどこもおかしくないように感じるんだけど。おじさんもおかしくないしね。どこかおかしかったんだ。全然わかりませんでした。終わりの見えない怖さがこのゲームにはあります。恐ろしいわ、終わらないのが一番怖い。集中して目を凝らすしかねえ。どこだ?監視カメラは問題なし。え?めちゃくちゃ楽しそうなんだけど。笑ってるわこのおっさん。なんかいいことがあったんだろうな。いいことがあったってことは異変じゃないってことよね。おじさんが笑顔なのはダメなのか。あのおっさんが楽しそうにしていることは異常なことだってことだ。あ、今回もすごいわかりやすい。展示ブロックが増えてる?これは引き返すべき通路だな。さあここからどこまで行けるか。見落としがないようにな。蛍光灯の数が一個多いんじゃないかとかいろんなところを疑っちゃうわ。おじさんの毛量が増えてるとかね。どこ見てんだ。ここには変化なし、進んでいいと見たわ。ふう、何もなく2番出口に来れました。3番出口到着、気を引き締めて進みます。こういう何も変化してないように見えるのが一番難しい。変化しているところを探し出さなければ。ついに4番出口まで来れました。ようやく折り返しまで到着か。ここで失敗したらまたゼロに戻されるわ。失敗してはいけないという緊張感が漂います。大丈夫、だんだん観察眼が鍛えられてきてるから、繰り返しこの光景を見てると嫌でも覚えてくるぜ。うわぁ、停電、これは異常だ。引き返す道はこっち?こっちよね。おっさんが進んでるから合ってたぜ。5番出口、あともう少し。あれ?おじさんめっちゃ急いでない。確かに、いつもより歩くスピードが速いな。これはおかしい、引き返そう。よっしゃー、次は6番。わかりやすい異変なら助かる。おかしなところはないかな。扉も開いてないし天井も床も異常なし。標識の文字も大丈夫、信じて進んでみようかな。頼む、合っててくれ。おお、7番出口到着、リーチよリーチ。あと少し、行ける、あと少しで脱出だ。時間制限はないんだし、納得できるまで隅々まで見るぞ。え?なんかポスター動いてない?うわぁ、ついてくるわこいつ。これは明らかに異常だ、引き返すぞ。ついに8番出口。この通路を進むか引き返すかで脱出できるか決まるのね。最後の選択はめちゃくちゃプレッシャーかかるな。なんか天井がおかしい気がするようなしないような。通路が伸びているんじゃないかとか思っちゃうわ。落ち着け、冷静に今までの光景を思い出して重ねるんだ。どこもおかしなところはない気がするんだよな。私も天井が心配だけど気のせいな気がするし、この通路は正しい通路だと思うかな。よし、一か八かで進んでみましょう。ダメだったらまた挑戦すればいいのよ。そうだよね、行ってみよう。おーおー、来たんじゃない。出口だ、あの通路は正しい通路で正解だったんだ。8番出口、脱出成功よ。脱出成功は嬉しいですが、今後こういう駅の通路に来たら思い出して震えることでしょう。皆さんどうもこんにちは。夏休みの読書感想文の課題図書は毎回読んでいませんでした。いつも想像と感覚でイクープ主のミーです。お前そんな風にやってよく提出できたもんだぜ。あんたのことだからどうせ本のあらすじ書いただけでしょ。正解。ところでお前の後ろにあるゲートはどこに繋がってるんだ。それが私もよくわからないんだよね。なんだかただならぬオーラを感じるわ。はぁ、今日は忙しいな。ん?今の声ってマリサ。いや、私は何も言ってないぜ。誰かいるのかしら。
今日はこっちとあっちを行き来して大変だ。お前はリグル。ああ、噂のサンバカ。私は違うわ。ああ、虫よけスプレーするの忘れた。悪かったよサンバカなんて言って。ずいぶん忙しそうだね。そうなんだよ。用事でゲートを行き来してて大変でさ。このゲートの先に行ってんのか。この先って一体どこに繋がってるの？行ったことないの。ええ、こんなゲート初めて見たもの。だったら私が連れて行ってあげようか。ええ、いいの。もちろんもちろん、案内人とか一度やってみたかったんだよね。それじゃあリグルに案内してもらおうぜ。みんなしっかりついてきてね。この先の世界は一体どんな世界なんだろうな。前回は展開に行ったけど今回はどこなんだろうな。展開なんて言ったの？ええ、結構簡単に行けたわよ。あれ、もう到着したのかな？うん、もう到着したよ。でも出た先がちょうど土の中だから外に出ないとね。外に出たが随分と暗いところだな。ええ、なんだか不気味ね。まあまあそんなにビクビクしなくても、この私がついているんだから大丈夫大丈夫。あれ？何か飛んでる。ああ、蝶々みたいだが違うようだぜ。なんだかここって本当に異世界って雰囲気がするわね。まあね、ここは人間が住んでいる世界じゃないから。この植物、火がついてるぜ。すごいファンタジーだね。地下にある森みたいなこの場所には一体何があるの？そうだな、貴重な蜂蜜とか、強力な装備を作るための貴重な材料をゲットできるよ。それにしても土ブロックの隙間から覗く空の色が不気味だな。うんうん、まるで地上が汚染されたみたい。飛んでる生き物がいるってことは、生き物はちゃんと存在しているってことよね。じゃあ、うわあ、でっかいカマキリー。ジョリグル、これってどういうこと？別にここでは何にも珍しくないよ。おい、ここって一体どんな世界なんだよ。ここは、虫の世界だよ。冗談だよね。マジだよ。なに、ここは虫の世界だって。嘘だ。マジだよー。帰る。ちょっと来て早々帰ろうなんて。ダダって虫の世界なんでしょ。ひぃ、前方にでかい雲を。恐ろしいったらあやしないぜ。みんな虫が苦手だったのか。そりゃそうよ。逆に虫が好きな人や得意な人の方が少ないんじゃない。どうして人間は虫嫌いの人が多いんだろう。人間が虫を嫌う理由は諸説ありますが、おそらくこれが大きな理由だろうというものを、この咲夜先生がお教えしましょう。先生の後ろに虫が。ギャー。っていうのは冗談です。後で覚えていなさい。先生、どうして人は虫を嫌うの？人は、自分と姿形が違うものや何を考えているのかわからないものに、敵対心や警戒心を抱く傾向があるようです。その理由から苦手意識につながるのではと言われています。また、虫に危害を加えられた等の経験も苦手意識に結びついていると考えられています。確かに刺されたとかの経験があれば虫が嫌いになるよね。それにこっちに向かって飛んできたり、触っちゃったなんて経験も結びつくわよね。そして、周りの人が虫に嫌悪感を抱いていると、それに影響されて、自分も虫に対して嫌悪感を抱くようになることもあると言います。周りの人が虫を嫌ってたら自分も嫌いになるってことか。以上、咲夜先生の虫嫌い解説講座でした。なるほどねー。小さい頃は虫を平気で見たり触ったりしてたのが、大きくなるにつれてだんだん虫を嫌いになっていくって理由が分かった気がするよ。克服するのは大変かもしれないけど少しずつ慣れてくれたら嬉しいな。そうね、危害を加えない虫もいるものね。ってことで今回は3人に虫嫌いを少しでも克服してもらうために、私が虫たちを紹介していくね。お前の後ろにサソリが。大丈夫。今私の力で襲わないようにしているから。サソリはやっぱり砂地にいるんだね。サソリはサソリでもいろいろな種類がいて、砂漠以外にも生息している個体も存在するよ。ちなみに日本には2種類のサソリが生息しているんだ。これは働き蜂だね。これまた随分とでかいね。じゃあ、こっちに来た。蜂を集団で呼ぶにはこの笛を使うとすぐに来てくれるよ。うわあ、何吹いてくれてんだ。蜂は刺されたことあるから怖いな。じゃあ、マジで来たー。お前撮影でマジでビビって視点がクガクじゃねえか。実を言うと鳥肌立ちっぱなしでギャーギャー言いながら撮ってました。美味しい蜂蜜はこの蜂たちのおかげなんだよ。虫は友達怖くない。これなら怖くないでしょ。これってもしかしてクワガタ。その通り。クワガタとカブトムシは平気って人は結構多い気がするよ。続いては母子球の昆虫だよ。うわぁ、でかぁ。超巨大タランチュラだよ。大丈夫だ、虫は友達怖くない。タランチュラってペットで飼っている人もいるのよね。脱走したり、飼えなくなって逃がしちゃう人もいるから、飼うとしたらちゃんと責任持って飼育しないとダメだね。こいつは虫ではないけど、この世界にあるダンジョンのボスだよ。キノコお化け。ここなんでこんなに虫が。
ちなみにこいつも虫嫌いで見かけると片っ端からぶっ飛ばしていくんだよ。私も目をつけられてるから、見つかるたび全力で逃げるんだ。虫は虫できないぞー。虫からしたら嫌な野郎だな。このキノコさんってどれくらい強いの？一度も戦ったことないからわからないけど、ダンジョンボスだし相当な猛者だと思うよ。じゃあオプ主戦ってみなさい。はい。ということでモッドで追加される強そうな装備をつけてみました。おお、これが最初にリブルが言ってた、強力な装備なんだな。そうそう、これはその一部だけど、こういう装備が作れるんだ。よし、このキノコさんをぶっ倒してやる。強力な叩きつけ攻撃に気をつけるのよ。なんだ、勝負するか。うおー、行くぞー。昆虫モッドなのに一体こいつは何なんだ。キノコ大好きなマリサでもこいつは食べないのね。当たり前だろ、こんなやつ食えるか。おお。なんかよくわからない武器だけど結構ダメージ食らわせてるよ。相手もなかなかやるわね。こいつ以外にもボスは存在しているよ。あれ、この世界でかい虫とかいないな。そりゃそうよ、あんたの住んでる世界が恐ろしいのよ。俺こっちの世界に住もうかな。ちょ、君がいなくなったらダンジョンどうするのさ。バイト募集しよう。こいつ相当虫嫌いなんだな。武器を変えてみたんだけど、こっちの方が強いよ。ちょ、このハンマー強。他にもいろいろな武器があるから、欲しかったら虫の世界に作りに来てね。ウプ主に作ってきてもらうわ。当分いいかな。このままやられてたまるか。うわぁ、こっちの HP もやばい。じゃあ、やられた。いやぁ、無事に勝ててよかった。どう、今回で少しは虫嫌いは克服できた。まあね。完全に克服するにはもう少し時間がかかりそうだぜ。少しずつ慣れていくわよ。ぜひ皆さんも一度昆虫の世界に行ってみてはいかがでしょうか。さあ今日はこの辺でもう帰ろう。あ。じゃあ、ムカデー。今のは何だったの？ムカデの巣にちょうど落ちたんだね。虫って。やっぱり。苦手だー。